はいどうも皆さんこんにちは、スターリーの河野玄斗です。皆さん日曜の夜って憂鬱ですよね。明日から学校だ、仕事だ、月曜日が始まる、そういうふうに考えるだけで結構憂鬱になってくると思うんですけど、実はですねそういった憂鬱になる症状にですねサザエさん症候群っていう名前がついてるんですね。まあこれはですねサザエさんが日曜の夕方に放送されてるので、だいたいサザエさんを見終わったタイミングくらいに、ああ明日から学校だっていうふうになってしまうからなんですよ。このネーミングサザエさんからしたらこんなとばっちりですよね。このサザエさん症候群、ストレスが原因なんですけど、実は重くなるとうつ病にもなりかねない怖いものなんで、しっかりと対処してほしいと思います。じゃあどういうふうに対処していけばいいかということなんですけど、これねすごく簡単なんですよ。それはズバリオンとオフを作らない、これに尽きるんですね。サザエさん症候群はですね平日に頑張ってで土日に休む、こういう考えのもとで起こってしまうんですよ。オンの日があってオフの日がある、だからこそオフからオンになる時に精神を病んでしまうわけですよね。ただですねそもそも5日動いて2日休む、これってねすごく不健康なことなんですよ。だって曜日の概念って人為的に作られたものに過ぎなくて、人間の体の構造とは全く無縁なわけですよね。だからこそ平日めっちゃ頑張ってその後に休日ダラダラ過ごす、これはですねかえって不健康になってしまうんですね。すなわちですね大事なのはまず平日もそれなりにちょっとずつ休んでいく、それに加えて休日もちゃんと活動するし、ちゃんと規則正しい生活をしていくってことが重要なんです。休日もしっかり早起きして生活リズム統一することによって脳からですね幸せホルモンと呼ばれるセロトニンが分泌されるんですね。これがまたストレスを軽減してくれるんですよ。そして休日も平日と同じように活動するって言ったんですけど、その活動は勉強じゃなくてもいいんですよ。趣味に没頭するのもよし、友達と外で遊ぶのもよしなんですね。というのも実は何かしら活動している時よりもダラダラしている時の方が休んでるように見えてストレスが溜まっていくんですね。そもそもですね明日から学校だっていうふうに考えるのはですね今やることがなくて考える隙が生まれていて、その結果として未来のことが頭によぎってきちゃうからなんですよね。何か活動していてそれを没頭している間は未来のことなんて頭に入ってきようないんですよ。またまたサザエさんに風評被害で申し訳ないんですけど、サザエさん見終わった後ぶっちゃけあーっとぼーっとしてるじゃないですか。そういったぼーっとしてる時にああそういえば明日学校だっていう風になっちゃうんですよね。すなわち先々のことで頭を悩ませたくないのであれば、今目の前のことに集中する、没頭するのがいいんですよ。何すればいいかわからない人にとってはですね軽いジョギングとかおすすめです。これアクティブレストという概念があるんですけど、軽い運動をすることによってむしろ全身の疲労が回復するよというものなんですね。さらに軽い運動は幸せホルモンのセロトニンも分泌されるのでおすすめです。まあ僕自身ですね最近はありがたいことに365日本当にね毎日忙しくさせていただいていて、そのことによってですねむしろね精神状態すごくいいんですよ。本当にね曜日感覚とかないんですけど、もう平日休日問わずもういろいろなことを頭いっぱいやってると、これねすごくね楽しいですね。ということでオンとオフを作らないっていうことが大事だという話なんですけど、まあねそもそもね学校って楽しくないですか？いやまあもちろんね学校勉強しなきゃいけないよとかね朝早く起きなきゃいけないよとかいろんな要因があると思うんですけど、友達と遊んだり話したりあとは部活したり楽しいことたくさんあるはずなんですよね。そういう楽しいとこだけに目を向けて、もうね学校は楽しい場所でしょっていうふうに暗示をかけるっていうのはすごく大事だと思います。もうどうしてもそう思えない人は、学校は楽しい場所だ、学校は楽しい場所だってね、10回ぐらい唱えても洗脳しちゃってください。そうすればですね、日曜日の夜も、明日から学校だ、憂鬱だってならずに、お、楽しみっていう風になってくれると思うのですね。まあ何が言いたいかというとですね、とばっちりを受けたサザエさんがすごくかわいそうなので、みんなでハッピーになろうよということですね。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。